このモノリスはどうかな？動いたのか？成功だね。なるほど、こういう風に映し出されるのですね。壊れかけていて不安定だけど、なんとかなりそうかな。項目は粒子、海生類のオケアノス。出た！なんて書いてある？待ってね。
ます。非常に希少な荒い粒子で、縄張りに入る者は船舶すら攻撃する。航路に彼らの縄張りが作られた場合、討伐するほかないが、これが困難を極める。海中を高速で回遊する彼ただし、彼らは縄張りに住処を築き、一定の周期でそこへ戻って休息を取ることが分かっている。その住処で休息している間こそ、攻撃を仕掛けるには絶好の機会といえる。オキアヌスを討伐するにはまずその個体の住処を見つけ出し、そこで待ち伏せるのが最善なのだ。なるほど、住処さえ見つけ出せば活路はあるというわけですね。希望が見えてきたじゃねえか。問題は住処がどこかということだが。残念だけど、さすがにそこまで記録されていないみたいだね。縄張りを持つということは個体ごとの住処があるのでしょう。ロンバルディアを沈めた個体の住処は自力で見つけるしかなさそうですね。あれ、やっぱり調子悪いな。これは何の情報が映し出されているのですか？うん、これは始まりの胎児に関する情報だね。始まりの胎児、ダーナの寺院にあったあのでっかい木のことか。信仰の対象だったようですが、どういう言われがあるのでしょう？そういえばきちんと説明したことがなかったね。始まりの胎児は命あるものに進化を促す存在とされているの。お？進化っていや、最近どこかで聞いたような。前に落車ね、説明してくれた。確か生き物が世代を重ねて変化していくことだったか。ええ、それを司るのが私たちの守る始まりの大樹。代々の巫女が大樹に祈りを捧げ、その恩恵を最大限享受する。私たちエダニア人はそれによって粒子から進化した存在なの。おいおい、粒子っていや古代種のことだろ。ダーナ姉のご先祖様、古代種？うん、実はその通り。エタニア人の力が強かったり、体が大きいのはその名残だね。そういうことでしたか。おかしな話ではありませんね。私たち人間も進化を重ねて今の姿になったとされていますから。そうなのか。皇王が大樹に履力を授かったという記録が聖堂にあったけど、あれはおそらく進化の恩恵を比喩したもの。エタニア人は知恵に目覚め、履力という力にたどり着いた。多分そういうことだよね。あ、モノリスが。ダメだね、どうやら完全に壊れちゃったみたい。うー、残念無念。だがひとまず有益な情報は得られただろう。ええ、オキアノスの討伐に向けて一歩進んだのではないでしょうか。アドル、一旦漂流村へ戻って今後の対策を相談しましょう。
じゃ。今度は見間違いじゃなさそうです。どこどこ、私も見る。してやがる。アドル、そのままもうちょい東だ。岬の向こうへ回ったようだな。あれがここ最近噂になっていた幽霊船とやらだ。